ミスター吉田のクラブは打たなきゃわからない。本日は、プレミアムゴルフクラブの杉さんにゲストに登場していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、なんとですね、日本初、こちら PXG のジェネレーション2、3、そして4、はい、ジェネレーション2、3、4を打ち比べていきたいと思います。はい、はい、本当にこれ発売したばかりで、日本ではまだシダクラブすら出回っていないこのモデルをたまたまですね、お借りすることができました。個人所有です。個人所有のものをちょっと打たせていただいて、日本最速のシダインプレッションをトップアマの、いやいやいや、サギさんとやらせていただこうと思います。はい、今まで実はサギさんって PXG 使われたことあるんですよね。ありますよ。はい、初代ね。初代、うん、それはどちらで購入を吉田さんに使っていただきました。で、作らせていただいて、まあ、初代を使っていただいてたということもあって、今日はじゃあ2、3、4、これどういうふうに変わっていったのかっていう遍歴をサギさんと、はい、辿っていきたいと思います。はい、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらジェネレーション2から打っていただきたいと思います。実はこのモデルのデザインが一番サギさんは好きだっていうふうに、うん、シンプルでいいよね。はい、うん、今のがあんまりシンプルじゃだんだんなくなってきちゃったんですけどね。はい、ただまあ、サイズ感がちょっと大きくなって優しく見えるのもサギさん実は好きで。そうだね。はい、それで、まあ、このモデルが一番いいよねっていう話はされてましたが、ぜひこれからちょっと打っていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。さすがトップアマ、いい球打ちますね。いい球打つでしょ。いい球打ちますね。ナイスです。はい、ありがとうございます。はい、では、頑張って僕もサギさんに負けないように打ってみます。はい、はい、では僕もこのジェネレーション2打っていきたいと思います。よし、いいクラブだな。結構でもやっぱり若干やっぱ僕今ジェネレーション3なんですけど、打感がちょっとソリッドな感じはします。うん、でもいい感じです。いい球。はい、まあ、サギさんと僕とでちょっとやっぱり、ボールの飛ばし方が違うので距離の差は結構出るんですけど、まあ2人とも打ってやっぱりいい結果が出るっていうのはいいクラブの、条件ですね。はい、ジェネレーション2もとてもいいクラブでした。やっぱりヘッドのサイズ感が、おお、ヘッドのサイズ感が、ジェネレーション1よりも大きくなって、安心感が出た。でブレードの部分ちょっと斜めにこうカットしてあるんですよね、ここが。それで、ちょっと厚めなんですけども、これを厚すぎるように見せない、このカットの工夫もこのモデルから始まってます。はい、では続いてジェネレーション3を打っていきたいと思います。じゃあジェネレーション3を、はい、はい、サギさんから打っていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。
でも飛んでますね。トレーニングして飛んでんのよ。でもね、あれですね、やっぱり打感がこっちの方がいいです。ほうほう。僕ね、デザインはさっき言ってる2の方が好きなんだけど、はい、打感は3の方がいい。はい、でいいっていうのはどういう感じになります？柔らかい？いや、やっぱ球持ちがいい、こっちの方が。おお、はいはいはい、うん、僕アイアンに求める絶対条件って、はい、ボールが押せる押せないっていうのが結構条件で、はい、ボールがね、球離れが早すぎるのって苦手なんですよ。これいつもよく話になりますよね、うん、はい、そういう意味ではこれはいい、とても、はい、うん、ナイスです。これ完璧、もうライン上に飛んできましたね。うん、ボール集めます、はい、回収、いいクラブ。はい、では僕もジェネレーション3を打っていきたいと思います。普段からこのモデルを使用しているので、まあ安心感はすごいあります。何でしょう、もう買って知ったる感があってすごく安心です。で、ジェネレーション2に比べるとちょっとこちらの方が小ぶりになってます。で、佐木さんが先ほど言っていただいたように打感がですね、柔らかくなりました。これは、表面の素材と、中の素材が実は、逆になったっていうのも、表面や表面を、柔らかくして中を硬くしたのが、ジェネレーション3で、内側の素材を柔らかくして、表面を硬くしたのがジェネレーション2で、表面が、硬くて中が柔らかい方が硬く感じちゃったっていうのが、ジェネレーション2と3の違いでした。で、今回ジェネレーション4がどうなっているのかっていうのを佐木さんに打っていただきたいと思います。はい、じゃあジェネレーション4、はい、よろしくお願いします。じゃあ打ってみたいと思います。デザイン的にどうですか？僕はね、結構賛否両論あると思うんだけど、はい、僕ね、意外と嫌いじゃないんですよ。はい、こうなんかタングステンとかこうやって、まあ、はい、タングステンかどうかまだ情報が発見してないから、そうですね、発見しないですよね。これが本当にタングステンかどうかはまだ分からないんだけど、はい、なんか重心が下がってる感じもするし、はい、こっちの方が優しく感じる。あ、僕は、はいはい、だからなんていうの、実際優しいかどうかは別として気持ち的に優しいんじゃないかって思い込めるから、うん、僕はこういう方が好き。実は僕これ見た時に、あの写真で見るよりかっこいい。あ、それはね、俺も思った。そうですよね、うん、あの写真で見るとうわーってちょっと思ってたんですよ、うん、正直、うん、でも実際に来てみて、届いてみて、見てみたらちょっとかっこいいですよね。それはすごい感じました。あとね、実は俺ね、今まで打った中で構えた感じはこれが一番好きなの。ほう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 。これまあソールの幅がちょうど2と同じぐらい、うん、はい、で上から見た感じは実は3と同じぐらいの感じかなっていう気がするんですけど。うん、そうね、そうですよね、うん、はい、僕もさっき打ってた感じはそんな感じでした、うん、はい、だからまあこれが一番、やっぱり2が一番厚ぼったく見えるんですよ、うん、で、3と4が同じ感じですよね。いや、そうだね、はい、うん、でもちょっとずつやっぱり削り方とかを変えてきてるので、うん、でもね、俺リーディングウェッジのこの感じとか、はいはい、一番これがしっくりくる。おお、うん、はい、じゃあしっくりくるやつを、うん、ぜひご堪能あれ。はい、お願いします。でもどれ使うって言われたらこれ使うかな。おお、そうですか、うん、キャロル好きなのに。アドレスが一番しやすい、はい、ああ、うん、ついにキャロウェイから離れるのかっていう、離れる時がね。じゃあいきます。ナイスです。ちょっとワンタッチしちゃったね。でもいいフェードですね、これ、うん、っていうかなんかこれ、はい、PXG のアイアンって久しぶりに打ったんですけど、はい、飛びますね。そうですね。
なんか見てる感じ、球が全然ねじれない感じですね。うん、こっちの方がいい。やっぱりね、アドレスが決まる、スパッて決まると、はい、なんか気持ちが落ち着く。僕はね、はい、なんか珍しくフェードボールが出てますが、やっぱこれもアドレスのしやすさから来るのかもしれないですね。うん、なんかいやでもね、ライターかもなんか微妙に違う気がする。まあ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 。うん、正直それ最初の2つって、お客様用に来客調整をちゃんとさせていただいてるやつなんですよ、僕が。うんうん、なんですけど、これに関しては、これに合わせるために今日2時に来るんです。なるほど。だから来客調整ができてないです。うん、はい。じゃあちょっとこれも打たせていただきたいと思います。ですね、ちょっとここご注目なんですが、寄れますかね、寄ってますかね。ジェネレーション3ってフォージドって書いてあるんですよ。ところがジェネレーション4って SX フォージド、そしてミルドって書いてあるんです。まあミルドに関してはこのバックフェースの部分ですねが、ミルドで、はい、マシニングでこう加工してあるところが、まあ、ミルドだと思うんですが、この SX フォージドっていうのが何なのか、 SX なのか5なのか。5だったら5回鍛造してますっていう意味だと思うんですけど、 SX だと初めて聞く単語です。5回鍛造っていうのは、鍛造だとしたら、プレスですね。これを回数を5回プレスすることによって、鍛造品っていうのは削りしろって言って、必ずこうたい焼きの、ちょっとはみ出た部分みたいなのが残るんですけど、それを、極力少なくして、同じ形にしやすくする。回数が多ければ多いほど同じ形にはしやすくなるので、まあ鍛造回数を増やすっていうのがあります。ただ、鉄の密度が高くなって、どん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 高くなっていくと硬くはなってしまうので、あまりその鍛造回数が多くない方がいいっていうメーカーさんも中にはあります。ただ5回鍛造の方が形は揃うように絶対になります。ちょっとこちらを打っていきたいと思います。構えた感じは正直あんまりこうジェネレーション3と変わってる感じはないですね。さらにモチッと感が増した感じがありますね。なんだろう、打感が今までは軽やかに柔らかかったのが、今回は重たく柔らかくなった感がちょっとあります。あー抜けちゃった、ごめんなさい。これは僕のミスです。はい、でも使ってください。最後にしますか。ちょっと薄い。ああ、薄い。でも薄くても飛ぶのが PXG の良さなんですけど、明らかに、ちょっと打感が重くなったっていう感じがします。中身がずっしり詰まったぐらいの感じですかね。で、ちょっとこれ開けて分かったことがあって、まあこれ正直リシャフトをさせてもらいました。その時にまあ、抜くとこう中の構造が今までと全く違います。なのでそういった部分でも打感とかってやっぱり大きく変わってくるんですね。まあその細かい部分での、合わさってくる打感っていうのがあるんですが、明らかにジェネレーション3よりは、4の方がちょっと重みのある打感になってます。なのでちょっとこうマッスルバックに近いと言ったらいいのかな、そういう感じの打感にはなってます。で、細かい情報とかが、取れ次第またこちらでテロップを入れていただいたりするので、ぜひぜひちょっと楽しみにしていてください。はい、ジェネレーション2から3、4と打っていきましたが、佐木さんは明らかに、そうね、構えた感じはこれが一番、ほう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 、打感で言うと真ん中、ほう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 、これやっぱり好みですよね。好み、はい。
もうねどれがいいとかいうわけではなくてもう好みの問題ですね。そうですね。もしかしてフッカーとフェーダーで感覚もちょっと違うかもしれないし、ね、はい、うん、あでも持ってくれる感じっていうのはこの、3-4 は結構こう球持ちがいい感じは両方ありますもんね、うん、そうですね、はい、ただやっぱ結構こうずしっとくる感じは結構あるので、うん、まあ単造のそれこそマッスルバックとかそういうのが好きな人っていうのはやっぱりこういう感じで、やっぱり中空で軽い感じでもっちりしてるっていうとこういう感じ、そうだね、はい、でソリッドな打感っていうとこっちっていうまあ好みの世界になると思うんですけど、ミスに強いのは全部変わんないですもんね。そうね、 PXG の良さですね、はい、それは。でソールのカットの仕方が若干これ変わってるんですよ。そうバンスある、うん、丸い、うん、ちょっとつけてまっすぐっていう、あそうだね、これによっても僕結構だからこれがちょっと実は僕苦手なんですよ、うん、ソールの感じは。ただこれの方が現場には絶対強いと思うんですよ、うん、はい、ミスには強い、はい、なので結構いろんな球を打ちたい人はソールはこっちとか、うん、はい、いろいろこれは好みが分かれてくるところではあると思いますが、結構アマチュアの人って、はい、ウエッジのバウンスの角度こだわる人多いけど、はいはい、アイアンのバウンス角って意外と気にする人少ないでしょ。全然いないですよね。ただ結構重要じゃない。だいぶ重要です、うん、はい、その辺をねちょっと気にして使っていただけるといい、ね、そうですね、はい、なのでぜひこれはやっぱり試打をしていただいて、はい、買っていただく商品だと思うので、はい、ぜひぜひ試打クラブがご用意できましたらまた SNS 等でお知らせしていきますので、はい、ぜひシダの方用意できたらご予約をお待ちしております。今日は佐々木さん、はい、ありがとうございました。いや、ありがとうございます。